はい、どうも皆さんこんにちは。今日は JR 門司港駅に来ています。そしてですね、今回は門司海峡フェスがね開催されるのでやってきました。ではね、会場の方に早速行ってみたいと思います。はい、今回も鐘を鳴らします。それにしても観光客の方でね、ごった返してますね。門司港めちゃくちゃ大人気です。まだね、11時になってないんですけど、結構な方が何か食べてますね。早いですね。見てください、このでっかいジーモくんね、めちゃくちゃでかいですね。先ほどの遊覧船が動き出しましたね。気持ちいいでしょうね。さて、席に座って音楽を楽しみたいと思います。皆さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。はい、おはようございます。
テントのお店の裏側になりますね、道路側になりますが、こちらフィリップ・モリスさんが今日ですね来ていただいています。2組目のバンドの演奏が終わったので少し時間があるのでちょっと散策してみようかなと思いました。ここはですね、ロコレーションとしてはい、スーパードライ500円を買ってみました。
方が見えますね。本当はねもう一組あったんですけど、ちょっと時間が足りないので帰りたいなと思います。ね、楽しかったですね。ご用意していただいています。ここにいちごさんもありますので、ぜひそもそも召し上がってみてください。もじこビールさんは今回ねワイズにご用意をねして帰りにも鐘を鳴らそうと思います。今日は本当ね、いろんな音楽が聴けてとても楽しかったです。有意義でしたね。まあ、今回土曜日だったんですけど、まあ、明日日曜日もあるので来れたら来ようと思います。ではご視聴ありがとうございました。